北海道みたいな、こんな寒いところじゃ米なんて無理無理、米なんて作れないよ、絶対無理絶対無理って言われていたのを覆したのが北広島のこの人、中山久蔵さん。1873年明治6年のことでした。これがね、俗に言う1873米革命。はい、これがテスト出ます。1873米革命。違う。北海道に稲作が広まったのは中山久蔵さんのおかげです。1873米革命、出るぞ。この町で大志を抱け。